お盆期間で交通への影響、大変気になります。まとめました。jr 東海によりますと、東海道新幹線は台風8号の雨の影響で上り下りともに遅れが出ています。jr 東日本では千葉県内を中心に一部の在来線で夕方から終電までの運転見合わせを決めました。そして空の便ですが、羽田空港発着を中心に全日空が108便。 日本航空が二十三便欠航になっています。またスカイマークも三十便の欠航を決めています。高速道路です。静岡県内の東名高速新東名高速中部横断道の一部区間で通行止めになっています。ネクスト高中日本によりますと、今後の状況次第では通行止めの区間が長くなる可能性があるということです。